ハッシュタグツイッタートレンド大賞2022をご覧の皆様こんばんは。せーの、ゴータと JO1 です。はい、ということですね、 JO1 にとって2022年はどんな年だったか、代表して今年虎年の敬語、はい、よろしくお願いします。はい、はい、JO1 の2022年はですね、はい、ですね、はいはい、335です。335、はい、何でしょうかその335と。攻めの JO1 でしたね。サッカー、サッカーか。5攻めで。5攻め、めっちゃ行くやん。ディフェンス 3? 3、結構攻めたね。そうです。なるほど。まあいろいろやりましたよね、本当にライブとかも出させていただきましたし、いろんなライブ、いろんな方にも出会ってね。そうですね、会いましたけど、はい、まあ攻めの J1 でしたね。確かに、はい、ありがとうございます。キッパーがおらって、3、3、5、キーパーがおらって、攻めですから。全員攻めや、はい、攻めなんで。さあ、そしてもうすぐ2023年ということで、JO1 の来年の抱負を、来年年男うさぎ年の匠、はい、よろしくお願いします。うさぎです。かわいいね。23ですね。そうですね、JO1 として、はい、来年はですね、本当に怪我なく、はい、病気なく、はい、健康第一で、はい、応援してくださってるジャムの皆さん、ファンの皆さんのもとにたくさん会いに行けるようにね、多いですね、していきたいと思います。はい、そしてツイッタートレンド大賞、はい、来年出たいな。おお、出たいな。出たいな。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで引き続き、ハッシュタグ、ツイッタートレンド大賞2022を楽しんでください。ということで以上 JO1 でした。